久保さん、なんかね、13番目の客、草投げ強しで Google でそのまま検索したら久保さん、なんかニコ生の動画が見れましたね。YouTube にはないけど、ニコニコ動画のやつで13番目の客が見れそうですよ。はい、まああのね、あの僕も最近思うんですけど、なんか今が、まあ今の生活って昔の生活よりまだ長くないんですよ。なんだけども、 なんですかね今が今なんですよ。なんか昔がないみたいな感じなんですね。昔あんだけなんか会社で泊まり込みしてやってたのに、その歴よりまだこっちの方が薄いんですよ。7年目ですから。だからも13年ぐらいですかなんか十何年やりましたけど。だからあと5年ぐらいやれば、まあ、それが反転するかなっていうところなんですけども。なんかね、なんかもう過去なあんまないですね。 まあ過去が頑張ってきたから今があるっていうのはあるんですけど、でも今のは今ですね。うん、なんかもう、これが当たり前になっちゃったというか、うん、なんかこの常識、この世界が当たり前になっちゃったというか、なんからね、よく、たまに久保さんのところをこう寄らせていただいたりとかするんですけど、別に多分久保さんが麻雀店やってたら、ちょっと今日、ちょっと麻雀店出ないといけないかなとかね。 たいその自由にやってる人って、あ、じゃあ、まあ、ここの、これ、い,いっすよ、みたいな。<laughs> なんかすぐ予定決められるんですよね。だけど、その一般の人とやっぱこう、つるむと、まあ、会社会があるし、会社、会社があるし、なんかその、あんまりすぐパンって決まんないんですよね。うん。たもう、なんか予定決めるに関しても、久保さんとの予定決めるときも、数行ですよね。あ、い,いっすよ、みたいな。ポン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 、終わりですよね。いや、ちょっと待ってください。 ちょっとあの会社に聞いてみますとか、ちょっとみたいなね。そういうのがね、ないんですよね。基本的に空いてるというか、まあ、あと、まあ、赤外埋めは開けられるし、うん。だからまあ、僕はこういう生活になって7年目になりますけど、なんかこういう世界も、だからね、13番目の,その床屋のあれじゃないですけど、こういう世界もあるんだなっていう。うん。だからその世界に入ってみないと、やっぱ分かんないことありますよね。そっちの世界から見てる。 見てて分かることとこっちの世界で見てて分かること全然違うのでうーんだから今は世界が変わりましたね僕は同じ地球に住んでんだけどなんか住んでる世界違いますねうんでもこういう世界もあるんですよ本当に。に昔は僕はその違う世界からあのその世界いいなって羨ましいなって見てましたけど実際自分がその世界にこういてると 僕はリアルなんで、昔はリアルじゃなかったですよ。昔はその、なんかセールスレター見て憧れてた話なんだけど、今はそれがリアルになったんで、あ、本当にあるんだな、みたいな。<laughs> ね。<laughs> 月収100万って本当なんだな、みたいなね。い <laughs> ってらっしゃい。